それにて博士ちゃん。ピピピ。今週も始まりました。チキチキリホライズンを探せ、イエーイ。リホライズン、こんにちは、おはようございます、こんばんは。佐藤飛鳥です。はい、佐藤飛鳥です。ということで赤くなってます。はい、大丈夫ですか。着録音になってるか確認しつつ始まりました。本日はさっき言ったんですけど、私絶賛今アルバムのファーストアルバムの作詞中でございまして。そうなんです。今日はまあちょっと煮詰まってるので煮詰まってますよ、いつも煮詰まって、まあ、煮詰まってるかもしれないんですけど、いやずっと毎日書いてますからね。そうなんだよ、はい、でそこでですね、今日は作詞で使えそうな風景、うん、などなど情景などなど探していこうかなと思ってます。イエーイ。どこに行くのかは知らないです。知らないです。ただお腹を空かせてきてます。決めてない。そうなんですよ、お腹を空かせてきてます。いちご狩りか、いちご狩りかリーホライゾンを探せどちらにするかっていう話をして。そうなんですよ、いちご狩りしたいって言ったんですけどな、それよりも作詞が大変ということで、いちご狩りしたらいちごの歌詞書けたかもしれないのに。どういうこと？ストロベリー、ストロベリーパラダイスみたいな。はいはい、はい、って石狩に新しくできたコストコにやってまいりました。イエイ。でかくない？ここだけアメリカンなんですけど、本当にアメリカンサイズでした。歌詞をね、書く材料とか言って、あの早速コストコに来るっていう感じなんですけど、いいっすね。これから中に入ってちょっといろいろ見ていこうと思います。でなんか面白いものあったらちょっとね、ちょっと手に取ってみようかなと思うので、お楽しみに。ねえ、めちゃくちゃ暑かったんですけど、激込みしてましたね。はい、コストコ行ってまいりました。見て、店内すごい広かったですよ。バスタルト 2.5 キロ、ね、買ってきました。早速これどれぐらい持つんだろう、すごいですよね。めちゃくちゃ汗かきましたね。こんなに入って1000円しないんですよ。気持ちよかった。そしてなかなか取れない、取れない。マンゴー、これ4キロ分、これも1000円しなかったんですけど、4キロ分ってもう8個ぐらい入ってました、ね、甘い蜜が滴ってます。マンゴー買ってきました。これでね、もう女子力を磨きながらちょっとね、あのフルーツを食べて過ごしていきたいなと思います。いや暑いわね、最高。皆さんコストコ石狩の方にできたんで、よかったら遊びに来てください。じゃあ次行ってみよう。はい、暑かった、頭焼け焦げるかと思いました。続いてはこちらです。はい、バンナグロフ島何でしたっけごめんなさい、バンナグロフ島のハマナスロードにやってまいりました。すごい、石狩こんなとこあるんですね。すごい、なんか海です。北海道っぽくないのよ、海の匂いするし、石狩って毎回思うけど、色もすごい綺麗、すごいなんかエヴァンゲリオンみたいな世界ですよね。そうなの歩いていきます。なんか鳥が鳴いててさ、 CD 音源みたいな、なんかテープで流してるかのような綺麗な鳥の声が聞こえました。バンナグロフ島、バンナグロフ島、バンナグロフ島、バンナババババンナグロフ島、 SVK みたいな歌してますよね、バンナグロフ島の歌。90年代とかの、 あの VK の2年ぐらいで解散するみたいな、そんなそんなあの VK バンドみたいな、いいです、バンナグロフ島の歌でした。あ、いいですね。夏、夏、夏堪能。この先には一体何があるの。はい、パー、カメメの音もするし、鳥のさえずりも聞こえるし、お花咲いてるし、綺麗。写真撮りたい。携帯忘れた携帯持ってないですかね、この人。すぐ携帯と財布を置き去りにするっていう癖が最近あって、マジで友達に怒られる。はいよ、この人は黙ったら死ぬんですよ。
佐藤明日香って生き物は黙ったら死ぬんですよね。もうよく競馬屋さんにお前は黙っていられないのかってめちゃくちゃ言われるんですけど、本当にね。はあ、はは、反り込み気合い入ってますね。ドスコイ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 、ドスコイの歌です。海らしい歌、海らしい歌。海よ遠き海よまぶた閉じればそこに。この歌毎回口ずさんですよね松任谷由実大好きだな。浜那須ロードなんですけど、ここに浜那須の花咲いてます。すごい綺麗ですよね、ピンクで。この浜那須ソレイケの、この食べ物じゃないですよ、このペンギンじゃない、このアヒルと一緒の色してますよね華やか。お腹減った。アヒルちゃんらしいですこの子食べました、食べました。浜那須、浜那須、浜那須。競馬屋さんはなかなか止めてくれないので、浜那須ギャグを繰り広げて滑ったっていう。浜那須、浜那須、はい、どんだけ浜那須の歌歌うんだろう。浜那須が咲いていた。途中で切られた。一つ目の、もう一回。はい。浜那須ロードの終点までやってまいりました。一つ目のリーホライゾン見つけましたよ。ドゥドゥン。水平線。これはもう一つ目でしょ。この風景見たらもう曲かけますよ。こう海に行ったみたいな歌詞かけますよ。行けます。ということ。水平線っていう言葉使えそうですね。ヨットとか乗ってみたいな。水平線を見てヨット乗ったみたいな。でなんか変な丸いあの石の、ま、丸いオブジェみたいのを見たよ。海の匂いする。海の匂いするよ。ホタテ食べたい。ホタテ食べたい。ホタテ食べたいは歌詞には使えないですね。それでは次のリーホライゾンを探しに行くぞ。 Yes Yes Oh yay。 エセアメリカ人、安っぽいやつはい、リーホライゾン2カ所目にやってまいりました。海やで、すごい。今年初めてのこの砂浜、去年はどういうこと、ケイバエスさん。はい、行きたいと思います。 GO。 もうカメラ、はい、てんてこまいじゃなかったですか。3つ目のリーホライゾン、ででん。もう3つ目来ちゃった。もう上から見た海の景色です。綺麗じゃないですか。そう、なんかここはなんかあの戦時中みたいな風景だった。エヴァンゲリオン感ありますよね。ホタルの墓っぽいけどね。勝手にマーカーエヴァンゲリオン、うん、エヴァンゲリオン言ってますけど、うん、なんかこのぼちぼち家があるのもすごくいい。私は一番こういうところが好きかもしれないです。好きですね。いい風景だわ。あの海の水平線、皆さんいかがだったでしょうか。水平線の向こうから、これはね、ここが一番歌詞かけそうな感じするんで、ちょっと参考にできたらいいなと思います。あの地平線、浜那須も本当にいいですよね。ぜひとも皆さん絶景スポットよかったら教えてください。以上、ソレイケアスカちゃんでした。チーン閉めちゃったということで、うんうん、最初このジェラート美味しかったのにな今週のアスカちゃん、アスカちゃんでございます。赤くなってるよ、はい、これ赤くなってますよね。お腹が減りすぎて変な感じになってきた佐藤明日香でございます。アイスクリームが食べたいです。アイスクリームを食べたいです。私は今日まだ食べてない。石狩来たら何か美味しいものを食べれると思ってたのに、なんもない。おいしいアイスクリームが食べたいね。違うんですよ、そこでしか食べれないアイスクリームとか
何かそういうものが食べたいんですね。あうわ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 う、アイスクリームが食べたいの。どこに行ったら食べれるの。何食べるの。さっきなんかブルース目だったんです。アイスクリームが食べたいよ。どこにあるんだろう。なんでそういうようになるの。どこにあるのかわからない。あ、そっか、裏で入る。うん、せっかく石狩り来たのに、アイスクリームを食べたいのに、何もないよ、トマトしか売ってない。どういうことなの。石狩はディスってないですよ。さっきちらっとアイスクリーム。これ同様になっちゃう。同様になっちゃう。アイスクリーム屋さん見つけたのに、小林さんにスルーされて食べれなかったよ。ありきたりな。アイスクリーム屋さんが道端にあったんですけど、言われてスルーされちゃった。そこからアイスクリーム屋さんが全然見つけられない。なんとか牧場のアイスクリームである。アイスクリーム屋さんありきたりな味そうだね。そう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 、車でスルーされて、なっちゃう、なっちゃう。あの、何も食べない、何も食べない。アイスクリームが食べたいよ。チーズとラズベリーかな、ブラックベリーだけ食べて過ごしてます。アイスクリームが食べたい、どこにあるんだろう。どこにある、どこにある、ソフトクリーム、どこにあるんだよ。なんもなんもないよ。どこにあるんだよ。コンビニはセコマートしか全然見当たらないよ。トイレには寄ったけどアイスがないよ。そこにしかないアイスが食べたい。ロッキュー。クイーンの皆さん、そしてクイーンのファンの皆さん、大変申し訳ございませんでした。アイスクリームが食べたいんですよ。アイスクリームが食べたいんですよ。アイスクリーム食べたいよ。もうアイスクリーム、アイスクリーム食べたすぎてもう素ですからね。なんでそんなに素。もうこうカメラに映る顔してないですから。大丈夫か。アイスクリーム食べたい。アイスクリーム。小林さん乗せるのうまいですよ。いいねとか言って。味がする濃厚なやつ。チョコレートミックスでもいいよ。抹茶以外ならいいよ。抹茶のアイスクリーム好きじゃないっていう個性出していく。食べないんだけど、マーシャポユーズをてジェラートでもいい。どこにあるの。アイスクリーム食べたい。もうアイスクリーム食べたすぎてもう素ですよ。アイスクリームが食べたいんです。カメラ回ってること忘れてますからね。うわぁ、お寿司食べたい。はお寿司食べたい。お腹減りすぎてもう何でもいいみたいですね。じゃーん、見てください。佐藤水産の
しよう。佐藤佐藤さんが佐藤さんのせいだ。はい、ありました。いただきます。このサーモンファクトリーっていうところの塩ソフトをいただきました。あさりさっぱりですね。ふわふわ、なんかちゃんとしっかり塩の味がしてて、すごく美味しかったです。で、くどくなくて食べやすかったんですよね。これですよ。一口が大きいですもんね、食べたすぎて。スイカにさ、塩かけるじゃん。はい、そういう感じだよ。あ、そうですね。だから甘さが引き立つ。うん、もう塩気ちゃんとしっかり感じますね。うん、おいしい。まるでおにぎりをかじるかのようにアイスクリームをむさぼっています。気の利いたっていい。いや、もうサーモンファクトリーってとこの佐藤水産なんですよね。どこら辺なの？佐藤水産のサーモンファクトリー。うん、佐藤水産のサーモンファクトリーこれどこら辺なんですか？石狩です。石狩に皆さんありますので、食べやすいソフトクリームで、なんかやっぱ大人気で並んでましたね、みんなソフトクリームを求めて。うん、ありきたりのソースから食べる。本当ですね。これはここでしか食べられない塩ソフト、美味しい。うん、うん、こう内心カメラ止めて早くガツガツ食べたいななんて思ってる顔してますよ、この人。すごい、ケバヤシさんです。美味しい。他にもあの甘なんたら鮭ザンギみたいなありましたね、うん、あとおにぎりとかも大人気で、もう今ほとんど売り切れでした。うん、うん、店内にもね、他にも鮭のやっぱりアイスクリームとか食べると、あの揚げ物だったりとか結構売ってましたよ、うん、皆さんよかったらサーモンファクトリー行ってみてください。シャトレーゼもういいが、サーモンファクトリーも最高だぜ。ということで、ちゃんとアスカは塩ソフトクリームにありつけました。それではまた来週。イエーイ。皆さん、おすすめのアイスあったら教えてください。よろしく。じゃんじゃん、チーン。